広瀬さん、すげえ昔から俺、はい、お世話になってて、あるの、はい、俺、あのレッスン行ってたっすよ。あ、マジ、はい、広瀬さんってさ、あ、足のステップやりながらさ、こういうのやるじゃん。やります。その当時の、はい、その俺は結構広瀬さんがそのハウサーの概念を崩されたというか、その足だけじゃないじゃない。それがなんか何年か前かは覚えてないけど、もう10年以上前なんだけど、ハウサーのイメージが変わったんだよね。自分もそれですもん。そうだよね。どっぷり使ったのが同じその衝撃を受けてから、あ、やっぱそうか、あのショー見た時に、うん、広瀬さんもすげえと思って、でクラス行くってなって、うん、結構そこからハマってる。そうだよね。広瀬さんって柔らかいんだよね。こういう、はい、上を使うじゃん。上も使いますし、うん、音が1個ドンであったとしても、そのドンの当て方がいろいろあるんですよね。ああ、なるほどね。なんかじわっと味わうように踊る時と、まさにグルーヴだよ。当てるのか、うん、わざと当てないというか、一回そこをスキップするように、あ、ちょっと一度聞かないようにしてみるとか、そういうなんか味わい方がすごいかっこいいな。はい、めちゃくちゃ今深い話してますこれ。なんだけど、そんな柔らかいダンサーなイメージのしゅうちゃんがテレビで見せた時に、東京フットワークさ、どっちかって言ったらさ、バツンバツンいくじゃん。もう、はい、そう、バンバン、まあ、フットワークだからタッタッ、ハウスとちょっと違うのかな、あれは。まあその頃はそうですよね、うん、あのシカゴフットワークの感じちょっとやってた時期ですから、うん、あの時はもう、はい、もう力入れて。そうだよね、切り替えてるよね、めちゃさばいてやってましたから、はい、そうだよね、フットワーク見せるって感じだったんだっていうことでしたし、そうですね、もうチームとしてそういう、はいはい、その志保さんのそのコンセプトもあり、あ、そう、俺もう一人またハウスが仲いいブラウンだった。あ、はい、そう、ブラウンも結構柔らかかったり、加藤さんですね。え、加藤さんですあのブラウンも出てくれて、ブラウンにダンスを習うっていう、そう、やった、見たっすよ、見たそう、めちゃくちゃあれも難かったんだけど、ブラウンに習って、まあ一応ためだから。で、俺最近めちゃくちゃ好きなハウサーがケインとか。おー、いいっすね。ケインはさ、どっちかっつったら柔らかいんだけど結構バツバツいける、技もたくさん持ってるよね。え、ケインもアライブ出てる。あ、結構、そのファイナルの経験も何度かあるんじゃないですかね、確か。マジで？はい、その場で当たったことないんですけど、うんうんうん、同じ年に2人ともファイナルに出てたことっていうのはあります。おー、やっぱつながってるね。意外にこのハウサー高いんでしょ。そう、詳しい、俺めっちゃ詳しいと思う。やっぱアルマからずっと見てきてて、その今の世代のハウサーも俺すごい好きだし、そのヒロさんの残した遺伝子、ルシファー、もうルシファーの子供の時は見てたから、はい、小さいとかやってたから俺当時。子供の時のルシファーにコンテストで負けたことですいや、めちゃくちゃヤバかったもんね。なんだこの子供たち。そう、聞いたらあの広瀬さんのお弟子さんみたいなの聞いて、ね、中学生ぐらいで、そうそう、プロデュースチームみたいな。だよね、いいですね、うん、バチバチだったの。アルマの俺、ヒロさんもすごい話すのね、はい、てかもうみんな話すんだけど、他ジャンルの俺だからこそなんか仲良くしてくれたのかもしれないんだけど、まあ言ったらこの間のリリカルナイトでもピノさんも話すし、はいはい、でも結構そのレッスンが一緒の枠でヒロさんとはよく話すんだけど、ヒロさんのダンスもめちゃくちゃ好きで、ヒロさんのところにルシファーがいて、はい、そのヒロさんの下にはミュウがいたりして、なんかめちゃくちゃ面白いなと思って。ケインは俺聞いたことないけど、誰もいます。バウの卒業生なんですよ。うんうん、カンタロウさんに習ってたって聞いたことあるんですよ。あのえ、あれのカンタロウくん習ってたの、はい、やばいね、それも。それもなんかバウとか聞いたことありますね、うん、次世代に繋がってるなんかバトンをしっかり託して。しゅんちゃんでもやっぱそういう弟子、あ、まあいるんですけど、うん、まあ、それこそそのレッスン動画唯一八王子のレッスン動画だけ、はいはい、あの上げてるやつで、まあ、一緒に後ろで踊ってる子たちとかは、ね、その動画俺毎週楽しみに待ってるんですけど、はい、めちゃくちゃかっこよくて生徒じゃないんだよレベルがうまいっす、うまいんだよめちゃくちゃあの子たちだ、やっぱり
え、みんな若いの、まあ、20代あ、前半ですかね、はい、いやそうだよね、覚えるの早いの、いやそう覚えるのが早いんだよ、とにかく俺より早いんじゃないかなってやっぱ思うの、思いますね、俺も前多分レッスンの時に言ってるんですよね、早いよね覚えるの、はい、ですし、あとレッスンなんでいろんな多分方向性あると思うんですけど、結構濃度を上げてやりたいんです、はいはい、その内容としては詰め込んでる時あるわけなんですけど、だからレッスンで、ね、そうですね、だからこんなのショーでやらない方がいいよとか言ってる時あるんですよ、あ俺まんまこんな感じだとやりすぎだよ、うん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 、もうちょいラフな方が多分かっこいいよねみたいなことは言ってる時あるんですけど、でもさラフなしゅうちゃんも俺知ってるわけ、ダサダサって急にやってみたりリラックスリラックスみたいな小中のしゅうちゃんのイメージね、だけどしっかりダダダンってはめるからボーン盛り上がるの、俺もそれずっと知ってるから毎回リリカルナイトサンクスギビングもう定期的に絶対しゅうちゃん呼ぶじゃない俺、そう、それ見てほしくてどうしてもみんなに、たださバチバチでやるのがダンスじゃないよってのを俺見せたいんだよ、だから俺結構毎回呼ぶんだけど、そうそう定期的にしゅうちゃんを呼んでて、ね、そうなんかおーあのなんかリラックスって出てくるじゃん、多分自分のバトラーでもあるから、はい、自分のまず空間をしっかり作ってからダダダン、うん、イエーみたいなあの感じのしゅうちゃんめちゃくちゃかっこよくて、それは確かにやりますね、やるよね、そういうイメージ超強い、スロースタートというか、うんうんうん、はい、しっかり空間を作ってから、あれ俺すっげー魅力的、